どうも、一応です。はい、レッツフェス第2弾来ております。こちら回したいと思います。まあいろいろ考えましてですね、この第2弾に全部ぶっぱでもいいんじゃねえかなとすら思えてきました。はい、っていうのはやっぱり覚醒3種入ってチェインも3種入ってるんですよね。これちょっとね、捨てがたいというか、まあ攻めるべきだとちょっと思いましてですね、まあ明らか水が僕弱いんで、やっぱ4段5段とかあの辺り狙うべきなのは分かっちゃいるんだけど、それでもやっぱりね、バッツ手に入ったら絶対大きいし、まあね、これが僕の中で一番メインなんですけど、はい、聖闇のあたりも欲しいんで、まあセシル来てくれてもいいし、チェインね、あの地属性はないし、まあ炎とか氷は持ってはいるんだけど、物理のこの150のやつはないし、まああってで損はないかなって感じなんで、欲しいところではありますね。まあこれはかぶりっすね。あとはこれか、これかぶりだから、ミラボはこれ以外はまあ新規ということで、はい、欲しいところではあります。はい、まあ全部ぶっぱするって言っちゃったらそうなりそうな気もするんですけど、とりあえずバッツが引けたら撤退はする予定ですけど、これね、ちょっとセシルとかライトニングとか手に入っちゃった場合は、どうしようかな、追っていくか追いかけていくかどうかって悩むところです。はい、まあチェインはもう何来てくれても嬉しいんで、まあこの辺のね、セシルの超絶とかも嬉しいです。はい、いやー、なんかね、いろんな方のガチャ動画を見てますと結構一個率が多いですね。僕も多分1個がずっと続いてるんで、すごく不安なんですよね。はい、確率でいけばミラボの方が出る率が高いと。はい、すっぴんバッツは 1% いきましょうね。引かないとね、ゲットすることできませんからね。できませんから、ある程度のリスクを負って攻めることも必要、回したいと思います。頼む、いきます、せーの、いってくれ、頼む、バッツ頼む。何回もバッツ回してきたけど、ここで頼む1個、これがバッツでやってくれ。ちょっとこれ連打でいきますね、スキップじゃなくて。頼む、バッツでやってくれ。リノアは絶対いらない、てかむしろリノア、うわー、かぶり。リノア引く確率 1% だからね。あー、これセシルかな、超絶じゃないこれ。覚醒コズまたかぶったよ。これ3つ目ですよ。これ引く確率 1% ですよね。さあ、なんで 1% ここで引くかね。だったらバッツ来いよ、バッツ。10連生無単体白魔、物理白魔法攻撃、味方全体に受ける攻撃のダメージを2回まで軽減するバリア付与。はい、一定時間自身性まとい、はい、性アビ使用時に追撃、魔法も物理も両方いけるってことか。でも素の能力はやっぱ精神低いっすよね、本職のね、白魔とかに比べると、白魔キャラとかに比べるとどうしても少ない。まあまあ、でもまあまあまあ、ありがたくもらっておきます。よし、もう一回いくか。これちょっと待って、もう一回ちょっと持っていい、出現確率 1%1%、 ほら 1% っすよ。これなんでこれ引くかね、1%。 おかしいぞ、運営さん、おかしいぞ。で次引くと虹玉1個とかなるんすよね、これね。でもね、引かないとバッツ引けないから、いきます、せーの、よいしょ、頼む、
バッツ、お前が来てくれないとかなりモチベーションが下がるんだ。わあ、虹だ。やっぱり予想通り、はい、予想通りでした。もうね、あの展開が読めるんですよ。もうドキドキ感がないというか、運営さんほんとね、なんていうか、あからさますぎですよこれ。はい、どうも。あからさますぎよ、ほんとにね。もうこれ、ここで引けねえよな。男だったらもう行くしかねえよこれ。またセシルだこれ。はい、まあありがたいっすね。うん、セシルバースト2つしか持ってなかったんでね、ありがたいっす。戦技と超絶が手に入ったと。じゃあ次覚醒じゃないのこれ。頼むよこれ。もうね、ほんと最後、もうここでフェスが終わってもいい、終わってもいいから、バッツ来てくれ。やけくそだもん。せーの、よいしょ、来い。あれ、よいしょ。もうやけくそ、マジでやけくそ。よいしょ、来い。うわ、これはひどい、これはひどい、マジか。マジか。はい、僕のフェス終わりました。僕のフェス終わりました。それと同時にですね、このFF レコードキーパー、かなりモチベーション下がりました。はい。手をかけてたんだけどな。もうね、こうなったら絶対課金してやらねえって、もう固く今心に誓いました。はい。ああ、ほんと残念だ。はい、じゃあ、皆さんもね、僕と違って、いい引きできるようにね、ほんと、覚醒、もう、ね、30個取りました、33連中、33個取りましたみたいな、ね、そういう、報告、願っておりますので、皆さん、いい引きできますよう、はい、祈っております。ご視聴、ありがとうございました。